はいどうも、あ、はいどうもこんにちは、こんばんは、ひなたです。何今まで行くかと思った。なんではいどうもひなたでございます。頭上がらない。はい、ということでこんにちは、ひなたです。今日はですね、前回から分かんないけど、さとひよチャンネルでいちごタルトを作って私にプレゼントしてくれるっていう動画があったんですけれども、そちらでですね、じゃじゃーん、こんなに大量にね、いちごが余ったということで、今日はリメイク動画第2弾、本日はいちご大福を作りたいと思います。ということで、この余ったいちごちゃんたちをそのまま食べるのはちょっとね、うん、まあ素材の味をそのままいただくっていうのはとてもいいことなんですけれども、やっぱりね、リメイクして食べた方が楽しいしねって思って、いちご大福を作りたいと思います。うまっ。うん、本日はですね、クックパッドで一番上に出てきたものを作りたいと思います。で、今回ね、あるいちごがちょっとちっちゃいのよ。だから大福がちっちゃくなる、おわ大福に2個いちごを入れるみたいな感じで作っていこうと思います。早速作っていこうと思います。あ、ちなみに今日はいちご大福ということで、白目の大福をイメージした服です。さあ、作っていきます。材料がですね、グラニュー糖と白玉粉と、大福といえば粒あんでございます。粒あんのあんこを買ってきました。と、あとはいちごだけです。めっちゃ簡単で、今回私ね、そういうお餅系作るの初めてなんで、ちょっと本当に全部見ながら作らさせていただきたいと思います。で、まずは先にこのあんこでいちごを包んどくらしい。そんじゃやっていきまっか。いちごをあんこでくるんでいく。好きなだけあんこは入れようっていう感じかな。私あんまりあんこ好きじゃない。あんこ好きだけど、あんまり甘いのが好きじゃないので、ちょこっとでくるもっかな。だいたいね、このクックパッドに書いてあるのは 30g でいちご1個くるんでくださいって書いてあった。どうしよう、2個ぐらい入れちゃう。2個ぐらい入れちゃうか。これでギュッてしちゃえばいいらしい。で、全然手でいい人は手でいいらしいけど、私はちょっと汚れるのがあれなんで、アップでくるんでやっちゃいます。マップの方がでもやりやすい可能性は高い。こんな感じ、こんな感じであんこでいちごをくるんでいきます。これは中が作っていきましょう。意外となんかでかいな。理想としてはあるじゃん、なんか築地とかで売ってるさ、少しこのいちごの先端が飛び出てるいちご大福作れたらいいなと思うんだけど、いちごのサイズ的に多分無理なんだよ。あんこ少なすぎ。何個作る分量なんでしょう。8個だ、いちご、お、8個だ。これ3つ入れちゃおう。贅沢やだこんなの。いやでもせっかくだからさ、この飛び出てるやつも作りたい。でも1個なんかちょっと大きめのやつあった。今作ってるものと全く無関係のものなんだけどさ、最近ね、友達からゾンビランドサガをおすすめされて見たんだけど、すっごい面白かったから今2週目見てるんだけどね。今ね、みんなにおすすめしたいアニメ、ゾンビランドサガ、ぜひよかったら見て。なんかこしあんで思い出すわ、おばあちゃんがいつか作ってたわ。おはぎ、おはぎってさ、もち米にあんこみたいな感じじゃん。で、もち米は好きだから食べるんだけど、そのあんこがね、大量についてるのがあんまり好きじゃなくて、だからあんこを剥がして食べてた。これでさ、こんな感じでちょこっとさ出しとけばいいってこと？てかまだ全然イチゴが余ってますね。これはなんかヨーグルトとかに入れて食べよう。はい、こんな感じでできました。これはちょっと一旦放置。そしたら白玉粉で餅の部分を作りたいと思います。耐熱ボウルに白玉粉、砂糖を入れて計量する。白玉粉が 120g。 了解。白玉粉ってこれチョークみたいじゃん、これ 120g ね。 OK、 あー、入れすぎた。ちょっと 1g 入れすぎたけどいいや。で、グラニュー糖が 25g。 了解。あ、そっ、へえ。たら、水を少しずつ入れながら混ぜる。水をね、150ml。 了解。混ぜるらしい。あ、あれ、ちょっとずつ入れながらって書いてあったよね。あ、ダメだ、少しずつ入れながら。泡立て器あるある。この中に全部入る。粉の感じがなくなったら、全体が混ざったらラップをする。そしたら 600W のレンジで2分加熱して、加熱後は表面が膜ができた状態になったら、しっかりと混ぜる。あ、OK かな。OK、トゥルトゥルになった。そしたらレンジへチン。600W で2分いってきます。500W しかねえし。いいか。あ、本当に膜できてる。本当はゴムベラでやんなきゃいけないんだけど、なんかゴムベラ捨てたらしい。捨ててない。木ベラでいいかな。強く混ぜるって書いてある。おお、お餅みたい。
体的にまあ混ざったっちゃ混ざったんだけどさ、あ、いい感じだな。温めるためもう一度レンジで1分弱加熱する。キベラの目にお餅入って目が真っ白。そしたらね、なんかそうトレーに片栗粉、え、片栗粉、小麦粉じゃん、これ片栗粉を入れる。これね、ここにね入れるらしい。難しいやんけー。はい、そしたらあったかいうちに片栗粉ちゃんたちと混ぜ合わせるらしい。おわ、すあっちい、あっちいけど、すごい、え、すごいすごいすごい、あ、いい感じいい感じ、すごーい、すごい、すごい熱いスライムって感じ。できたできた。そしたらくるみましょう。なんかこんな感じで広げて、これをこんな感じで、で、あ、やばい、できたー。はい、こんな感じ。これをもっと作っていくってやつね。はい、じゃじゃーん。あのね、多分ここら辺でお餅を使いすぎて足りなくなりました。ここ、まあ、ここはあんこいちごで食べたいと思います。一応完成でーす。じゃじゃじゃが、なんかあんこだけのやつとかあるけど、どうしたん？出来上がったんですけど、はい、あのね、生地の配分が下手すぎて、これがめちゃでかい。でもこんなもんじゃない、ちょうどいいのはさ。多分そうだよね、うん、ということで、はい、食べましょう、はい、サムネイルはヒロイガです。ひでえ、ごめんなさい、ひでえ。ちょっとこれだけね、うまくいったんだよ。うまくいったか、それいってないか。ちっちゃくねえか、それ。ちっちゃいんだよこれ。まあいいや、いただきましょう、いただこう。いただきます。うん、うん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 、味はグッド。あんこは、ね、手作りって感じだね。いい言葉だ、それ手作りって感じ。なんか違う。明日ね、くまみきちゃんとしぶやさんに会うんで、せっかく作ったからあげようかなと思ったんだけど、これそれはしまっておきましょう。これはあげらんない、ごめんなさい。ということで、いちご大福でした。バイバイ。バイバイ。